とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。オープニング画面で、めちゃくちゃ気になってるんだけどね。皆さんもちょっと気づいたかと思うんですけども、ニュースのところが変わりました。最新ニュースって書いてあるんだけども、まだ文字が出てない。なんだろうね。このモザイクが入ってて、ちょっとわかりづらいんだけども、ハロウィンのお知らせかなと思ったんですよ。でも、ハロウィンにしては、明るすぎるよね。なんかものすごいレインボーでカラフルだから、なんだろうね。新章が始まるっていうことなのかな?ちょっと気になりますね、これ。なんだ?マイクラの公式ページとかを見ても、まだね、何の告知もないんですよ。おそらく、月曜日とか火曜日、そこら辺で、あ、そうか、タワーの更新が水曜日か。そこで何か変化があるのかもしれませんね。あ、そうか、その前に告知して、次のタワー更新の際に、チェンジする可能性もあるか。ああ、いや、わかんないですけども、多分、あと数日以内に変化は起こると思います。いや、楽しみだね。できれば、新しい装備、新しいエンチャ、新しいクエスト、欲しいところです。もう、現状のまんまでね、ここ半年以上来てるので、そろそろ変化が欲しいところです。はい。で、今日はね、ちょっとクエストはせずに、コメントもらいました。ありがとうございます。よく使って、ってる装備セットを見せてくださいということですね。お見せしましょう。3種類見せますね。まず最初が、力押し、もうゴリ押しでクリアしていくっていう装備がこれですね。よく使ってます。武器が覆われた怒りです。エンチャントがリフレッシュ、痛みサイクル、虚無、そしてアーティファクトシナジー。ですね。かなり攻撃的なエンチャントが揃っててお気に入りです。まあ、そうね。ダイナモを虚無と変えて使っていっても良さそうな感じだけども、まあまあ、全然満足してる武器ですね。それに、防具がこれ、ウィザーアーマーです。クールダウン、ポーションバリア、雪玉、デスバーターがついてます。クールダウンとポーションバリア、これはね、いいんすよ。で、雪玉デスバーターもいいんだけども、これとは違うバージョンも探してます。クールダウン、ポーションバリア、アーティファクター、違う、ヘルスシナジーだ。ヘルスシナジーと、タンブルビーが入ってるやつも探してますね。ヘルスシナジーがあると、ぴょんぴょんでものすごい回復するんですよ。パワー263だったら、一回ぴょんってするだけで、10万ぐらい回復するかな。なので、すぐに HP マックスまで持っていけるので、おすすめなんですけども、それは持っておりません。とりあえず使ってるのはこれですね。で、弓が、だいたいこれです。パープルストームの、アーティファクトチャージ、クールダウンショット、バーストボーストリング、虚無ですね。もう、間違いないエンチャセットとなってます。まあ、もらい物ですけどね。これを代替してますかね。まあ、弓が足りないなーっていう時には、無限がついてるやつに付け替えますね。あ、これかな?ロールチャージの無限、クールダウンショットの弱体化です。まあ、これ、周りに弱体化を配れるので、火ダメの軽減にもなって、すごく使いやすいですね。で、アーティファクトのセットは、こんな感じです。羽、キノコ、ドラ。まあ、大体これが、ワンセットっていう感じですかね。これがゴリ押しで進んでいくときの装備セットとなります。次の装備が、高速周回とか、あと撮影でボスだけ倒したいなっていうときに使う装備セットですね。こんな感じです。武器が不滅のナイフに流れ込む魂とダイナモがついてます。羽でぴょん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 するのでダイナモはすぐ20まで溜まって、これ263パワーがありますので、一発でね、もう1300万、そんぐらいダメージ出せるんで、まあ、緊急回避用で
攻撃もできる。で、流れ込む魂で回復もできるっていう武器ですね。で、防具がこれ、発光するイカの防具の、デスバーター、幸運の海、クールダウン、そしてヘルスシナジーですね。まあ、もらいもんですけども、最高ではないでしょうか。まあ、周回では絶対欲しい幸運の海とクールダウンだよね。で、ヘルスシナジーでぴょんぴょんで HP を回復していく。で、もしもの時のためのデスバーターで、根性で生き残るという感じです。うん。やっぱイカでね、移動速度 15% 上げると、周回がはかどりますね。防具はこれを装備してます。で、弓がこれ。バブルバースター。まあ、これももらい物なんですけども、バーストボーストリングと無限、アーティファクトチャージ、クールダウンショットですね。もう最高だよね。最高です。これ以上ない、バブルバースターの組み合わせではないでしょうか。まあ、早いとこ言うと、無敵バブルビルドですね。無敵バブルビルドの、もうかなりいい感じのやつではないですか。で、アーティファクトセットが、これですね。羽、幽霊マンと、ブーツです。まあ、とにかくスピード重視で、どんどん先に進めるようにしております。まあ、これが高速周回用の装備セットですね。それでは次が、どこでもクリアできる、今現状で俺が最強かなと思ってる、装備セットですね。こんな感じです。武器が、囁く槍ですね。炎茶が、重力、虚無、クリティカル、リフレッシュですね。ぴょんぴょんしないので、ダイナモとか、あと、アーティファクトシナジーとか、そういうのはついておりません。地に足をつけて、そのまま叩き続ける武器として、これを選んでます。強いですね。で、防具がこれ。ウィザーアーマーですね。ウィザーアーマーやっぱりいい。6% HP 吸収がやっぱり優秀なんですよ。で、エンチャは、これで結構満足ですね。このビルドの時はこれで結構満足です。クールダウン、ポーションバリア、で、雪玉とデスバーターですね。雪玉がね、結構いい感じなんですよ。結構いい感じで、一番前に来るやつを動き止めてくれるので、使いやすいし、もしものための、デスバーターで生き残るので、これはなかなか生存率高くていい感じです。で、一番重要なのが弓ですね。ハープクロスボウの虚無貫通ダイナモマルチショットです。これもね、結構理想的だと思うんだけども、虚無はなくてもよかったかなと思ってます。貫通ダイナモマルチショット。とにかくこの3つのセットのハープクロスボウが鬼のように強いので、超おすすめです。ただ、修正が来たら、これはもう使えなくなるかな。そういう風に思ってますね。で、アーティファクトが、このセットです。キノコ、雷の矢筒、雷の矢筒。こうなってます。まあ、キノコで、囁く槍の攻撃速度を上げて、牽制しつつ、で、溜まってきたら、雷の矢筒で無限ダイナモを打ち込む。そういう感じで戦ってます。まあ、これは、変更のクエスト以外は、だいたいクリアできますね。あ、トゲもきつい。トゲ変更以外はだいたいいけると思います。まあ、トゲも気をつければいけるかな。はい、ということで今日は装備を紹介しまして、オープニングでの気になるところが、ありますということです。いい、本当にあれ気になる。何なんだろうね。カラフルさが本当に謎。あれは多分、ハロウィンではないはず。ハロウィン、あんな明るくないでしょ。どんな発表があるのか、めちゃくちゃ楽しみです。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。